はい、それではスイッチトゥデモ4プレゼンテーションを使ったパワーポイントのスライドショーとデモンストレーションとの切り替えについてご覧いただきます。まず準備としてスイッチトゥデモ4プレゼンテーションをこのコンピューターにインストールします。 IE かまたはエッジブラウザを開きまして、クリックワンスゲットのサイトを開きます。その中にスイッチトゥデモ4プレゼンテーションがありますので、これをクリックオンスボタンを押してインストールします。インストールされると通知が出て常駐したことが示されます。では、いよいよスライドショーを開始します。PowerPoint を開き、発表者ビューモードを有効にしてスライドショーを開始します。左のモニターがスライドを皆さんに表示するプロジェクターの画面。でこちらが手元のパソコンの画面ということになります。発表者ビューなので、こちらの方で任意のスライドに切り替えたり、いろいろ操作することが可能です。さて、今度はスライドショーを一時中断して、デモンストレーションを見せたいとします。この時、キーボードの Windows キー、Shift キー、H キーを押すと、まずスライドが非表示になります。と同時に、モニターの表示モードが複製モード、クローンモードになります。これで手元の操作がそのままプロジェクターにも表示される状況となります。一通りデモンストレーションが終わりましたが、もう一度同じキー、Windows、Shift、H を押すと、デュアルモニターのモードが再び今度は拡張モードに変わり、先ほど表示していたスライドがまた戻ってきます。このようにスライドの途中でパソコンの画面を見せながらのデモンストレーションと行き来するのに Windows、Shift、H の切り替えで簡単に切り替えることができるようになります。